小淵沢オリーブ教会の皆様、配信をご覧の皆様、はじめまして岡と申します。今日はよろしくお願いします。このような機会をいただきまして本当に嬉しく思っています。普段私は東京都の新宿区にあります清めキリスト教会というところにおいて賛美の奉仕をさせていただいたり、また音楽活動を行ったりしております。私は4年ほど前に教会に初めて通い始めまして、イエス様を信じて洗礼を受けました。ローマ書1章にあります通り、神がおられることは周りの万物を通して明らかだとパウロが言うようにですね、私も子供の頃から神様という存在は受け入れておりました。そこから大人になって、ある友人が音楽を通してイエス様を述べ伝えてくれました。ローマ書10章15節にもありますが、述べ伝える者の足はなんと美しいことかという言葉、私も大好きなんですけれども、賛美や音楽を通して神様、イエス様を述べ伝えられるような働きができたらなというふうに私自身も思っております。今日賛美をさせていただきます曲は、スウェーデンの古い賛美歌でもあります輝く火を仰ぐ時です。皆様ほとんどの方がご存知かなというふうに思いますので、画面を通してにはなりますけれども、皆様ご一緒に賛美ができたらなというふうに思っております。改めて今回はこのような機会をいただき本当にありがとうございました。我が魂いざたたえよ、大いなる御神を、我が魂いざたたえよ、大いなる御神を。御神は呼び人を愛し、一人の御子を下し、呼び人の救いのために十字架にかからせたり、我が魂いざたたけよ、大いなる御神を、我が魂いざたたえよ、大いなる御神を。雨土作りし神は、人をも作り変えて、正しく清き魂、もう罪とならしめたも、我が魂いざたたけよ、大いなる御神を、我が魂いざたたえよ、大いなる御神を。間もなく主イエ
スは来たり、我らを迎えたまま、いかなる喜びの秘蔵、いかなる栄えの秘蔵、我が我が魂いざ叩けよ。